イメラジオ第1839回、今日は令和元年6月27日木曜日です。時刻は午前11時半、横浜港北、午前中がもうすぐ終わる頃。今日は風がきつく、西日本には台風も来るとか、この風の強さ、その影響かもしれません。ただし空に光あり、太陽は見えないけれど、まあ夏空ですね。やはり前の森は葉裏を見せて揺れていますよ。日経平均は2万1000円台、決して高い水準ではないけれど、昨日と比べて170円ほど上がっていますね。今日も大きく売り買いしました。6月に入ってから売買の量が増えていて、まあ予定通りですね。来月7月にも上旬に再び買いを入れようと思っています。まあ下がっても2万円、今の2万1000円台はそれほど下値リスクの大水準と私は考えます。ただマーケットは何が起きるか分かりませんから、大きくリスクを取ってはいけませんね。さて1389回、いや違う、1839回、失礼しました、1839回、今回は戦後の政治家三木武吉取り上げます。三木武吉さん、昭和30年、戦後10年経った時の保守合同、この立役者は大野万木、そして三木武吉。三木はこの保守合同の後、まあ亡くなりましたから、この保守合同に全てのエネルギーを使った、そう言っても過言でない。吉田茂の日本自由党、鳩山一郎の日本民主党、この2つがくっついて自由民主党、だから自由民主党の決闘はこの1955年、昭和30年。だからできてまだ64年ぐらいなんですね、自民党はね。吉田茂のもとに行った大野万木、もともとは大野も鳩山派だったのに、鳩山が公職追放され、そして吉田の勢力が増していくにつれ、大野は吉田の方へと行き、ですから鳩山側にとどまった三木武吉、そして河野一郎にとっては、なんだあの裏切り者。大野の選挙区は岐阜で、三木武吉はわざわざ岐阜まで行って、あの男の二枚舌に有権者の皆さん騙されてはいけません、こんなことまでやってました。
ですから三木大野は双方恨み骨髄だったはずなんですけど、その二人が和解した。ここは大義のために小さな怨念など忘れようぞ。大野万木は義理と人情の政治家で、まあ、こういう言葉に弱い、まあ、そこを三木はよく知ってたから、大義のために庄司は忘れようぞ。三木武吉は香川の人、早稲田大学に進んで弁護士になる戦前のことですよ。この弁護士の頃、まあ貧乏人からは金取らない、金にならない訴訟でも引き受ける。だから生活は困窮し、家賃も滞納し、米屋にも借金があり、そんな状態のままけれど地元から押される形で立候補。立候補した時、相手候補から、この三木武吉という男は家賃を滞納し、米屋にも借金のある男です、立ち会い演説会でそんなことを言われ、三木武吉は先ほどの候補者、私が1年の家賃を滞納しているとおっしゃってましたが間違いであります、私は2年家賃を滞納しておりますとかって、会場がわははと笑ったという。家賃を滞納している大家さん、そして借金を返していない小部屋さん、この演説会場に来ておられます。お二人立ち上がっていただけませんか。このお二人がこの演説会場に来、そして私を応援しようとしていらっしゃること自体、この私の滞納、借金、それが私個人のためのものでないことを表しております。ここまで言われたら聴衆はやんやの喝采。だからまあ口がうまいといえば口がうまいんですけど、やっぱり、まあ、人のためをするっていう人だった三木武吉はね、通りましたよ衆議院議員に。後にお金もできて、今度はおべかけさんを囲うようになった頃、相変わらず立ち会い演説会で今度は対立候補から妾を4人も囲っている、そんな男までこの場にはいるようであります。このような男を当選させてよいのでしょうか。すると三木武吉、先ほどの候補者のお言葉に、おめかけ4人とありましたが、不正確であります。正確には私のめかけは5人いるのであります。で、会場がまたわははと。まあこんな調子で政治家になり、国会でも面白いやじ飛ばしてた原内閣の時、高橋蔵相が何分陸軍にはその建設のための時間がかかりまして、陸軍は10年、そして海軍は8年と、ここで三木武吉がだるまは9年とかってやじ飛ばして
まあ原章や高橋蔵書もあははと笑ったという、まあ高橋さんがダルバさって言われてたからね。戦前からの衆議院議員、戦後も衆議院議員およびフィクサーみたいなことをやってましたね。もう戦後10年間は鳩山にずっとついた、吉田とは対立した。だからまあ吉田の自由党、鳩山の民主党、戦前三木武吉は立憲民政党の方ですね。民政党の方から三木は戦前立候補していました。鳩山が公職追放され、そして戻ってきたと思ったらもう体悪くして寝たきりみたいになった。鳩山は首相になりたくてけれどなれなかった。そんな時三木が鳩山に「わしはお前に首に縄をかけてでも総理にしてみせる。鳩山立て。立って総理になれ。お前が死んでもその亡骸引っ担いで総理にしてみせる。鳩山がベッドから起き上がって涙ポロポロこぼしながら三木と固い握手。実際鳩山内閣は保守合同の後できましたね。でこの鳩山首相が日ソ共同宣言やったわけですよ。1956年、鳩山由紀夫さんのおじいさんですね、この人が。三木武吉、まあ面白い人で、そばにいたらいつもなんか笑わせてくれそうな、そんなおじさん。けれど動く時は動く。まあどこが勘どころかがよく分かり、まあ政治家武器ですね、こういう人は。保守合同の立役者、今の自民党はこの三木武吉あってこそ。イベラジオ1839回、今回は戦後の保守合同三木武吉を取り上げました。もうすぐ正午です。